ハッピーセットマクドナルドパーティーゲームを一足先に手に入れたので、みんなと一緒にチェックしていこう。カルタやウノ、なんじゃもんじゃといった有名なゲームが揃っているよ。家族や友達と遊んじゃおう。あれ、今回のおもちゃ袋はいつものビニール袋じゃないね。ワクワクする。それではブロックスマクドナルドバージョンから見てみよう。21個のピースの角と角をつなげて自分の領地を広げていくゲーム。ルールに従ってピースを並べていこう。次はマクドナルドカルタ。読み札がマクドナルドにちなんだ内容になっている。絵札の裏面にはマクドナルドにちなんだ豆知識も書かれている。このゲームはなんじゃもんじゃマクドナルドバージョン。遊び方はカードに描かれたキャラクターに好きな名前をつけていき、同じキャラクターが出た時に誰がその名前を一番早く答えるか競うというもの。この2体はマクドナルドオリジナルデザインなのだ。定番のUNOもマクドナルドバージョンが登場。遊び方は前の人が出したカードと同じ数字か同じ色、同じ記号のいずれかを出していくというもの。最後の1枚を最初に捨てた人が勝ちだ。コンパクトなので旅行に持って行ってもいいね。言葉のパズル、文字ぴったん、マクドナルドバージョンは一人ずつ順番にシートに出ているカードに手持ちのカードをつなげて言葉を作っていくゲームだ。たくさん言葉を知っている方が有利なんだけど、自分の知らない言葉を意外と他の人が知っていることも多くて、やり込むほどにいろんな言葉を学べるのが面白いよ。最後はマクドナルドリバーシ。同じ色のピースで相手のピースを挟むと自分の色にひっくり返すことができる。最終的にピースが多い方が勝ちだ。マクドナルドパーティーゲームはこれで全部だけど、今回のハッピーセットはもう1シリーズ、ハッピーセット島次郎もあるんだ。別の動画で紹介しているから、そちらもチェックしてね。この動画が気に入ったらチャンネル登録をお願いします。それじゃ、次の動画で待ってるよ。